沖縄ロングセラーシリーズ、ボンカレー中辛。いざボンカレーの工場がある徳島へ出発。徳島は四国の東側に位置する人口約77万人の県です。阿波踊りでも超有名だね。ボンカレーの煙突だ。ここが日本中で食べられているボンカレーを作っている大塚食品の徳島工場なんだ。高田さんに工場内を案内してもらったんだ。じゃがいもの皮を機械で剥いているところです。残ってしまった皮や芽を人の手で取っているんだって。早い。熟練の技だね。カットされたじゃがいもが出てきた。人の目で選別するんだね。ここの大きな釜でカレーの皮を取り上げて、出来上がったルーに切った人参とじゃがいもを入れていくよ。カレーらしくなってきた。一食ずつレトルトパックに詰めていくよ。早い。殺菌処理した後、一つずつ箱に詰めていくよ。見ているだけで面白い。この日は沖縄限定ボンカレーではなく、ボンカレーゴールドを作っているところを見せてもらいました。徳島工場で作られた沖縄限定ボンカレーは沖縄だけに運ばれるんだね。なんだか嬉しいね。続いて辛口編に行くよ。